新宿梅田名駅ニューヨークオフィス街は都市圏において会社などの事務所やオフィスビルが集中して立地する区域ビジネス街ともオフィス街は通勤のために交通が発達しビジネスを支援する不随業種も立地集中する通勤圏内には大小の衛生都市が存在しオフィス街はそういった周辺域から通勤する人材を集める一方 衛生都市もそういったオフィス街での労働者から、住民税などの税収を得て、相互機能している。オフィス街の多くは、鉄道駅から通りが延長されている、周囲に発達した都市高速道路網が張り巡らされているなど、通勤の便が良い立地に発展する。またバスや路面電車のような各種、公共交通機関により、より広い範囲に拡大したものも見られる。法律上は、 商業地に分類され、また、実際商業地と重なる地域に発展しているが、デパートなど大規模小売店などとは、都市設計の段階で通りが分けられる傾向がある。ただし、地方都市では、都市計画の都合から、それらの区分けがやや曖昧な場合もある。地域内には、様々なオフィス街を支える業態が集まるが、スプロール化しているような都市構造の場合では、 新旧様々な建物や業態が混じり合うことにより、都市利便性の機能を損なっていることもあり、再開発、区画整理などを必要としている地域も見られる。開発の進んだオフィス街では、高層ビルディングなど高層、高密度化したオフィスビルが集中することもあるが、そういった高層オフィスビルは賃貸量も高くなりがちで、あるため、それをあがえるだけの主要企業が集中する。その一方で、 高層ビル周辺にある、それほど高くないビルディングには、中小の企業が入居するが、それらは一等地にそびえる高層オフィスビルほどには、交通の便は良くない。その一方で、オフィスオートメーションが中小企業にも導入され始めた。時代より、インテリジェントビルの需要は増大。建て替えなどで、インテリジェントビルが導入されるところも目立つ。しかしこういった地域では、マンションや、 アパートなどの住宅としての建物は相対的にかなり少なくなるので、ドーナツ化現象と呼ばれる住民の空白地帯が顕著化する。こと拡大したオフィス街では、地元自治体は住民税が得られないため企業からの税収に依存する。また、住民の空白化が進行すると、サービス業従業員やビルメンテナンス業などオフィス街とは切っても切れないはずの、 非ホワイトカラー労働力が不足するなどの問題も見られる。大規模なオフィス街においては、郊外の衛星都市から短時間の間に大量の通勤者が押し寄せるため、慢性的な通勤電車の混雑や高速道路をはじめとする周辺道路の渋滞も見られる。オフィス街での労働者にとっても、本来業務の遂行に向けられるべきエネルギーが通勤に費やされる結果となっている。 アメリカ合衆国やイギリスなどでは、オフィス街における住民の空白化が進行した結果、オフィス街に近接するインナーシティと呼ばれる地域には、自動車を購入できず、長距離の通勤ができない、貧困層が集中することがある。こうした地域では、もともと環境が良くない上に夜になって、オフィスが閉まると、人通りがなくなるため、犯罪の温床となりやすい。こうした現象を、 都心の後輩という、顕著な例としてはデトロイトなどが挙げられる、他のナイクの区分名称、ありがとうございます。